皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所だよりです。本日の担当は松本菅子です。うるま市健康づくり標語募集について、健康づくりへの関心を高めるため市民の皆様に広く親しまれる健康づくり標語を募集いたします。募集期間は8月1日水曜日から9月5日水曜日。応募資格はうるま市民。テーマは小学生の部、喫煙者の減少、中学生の部、検診受診率の向上または予防接種率の向上、一般の部、食育について。応募方法について、小学生の部、中学生の部、各学校で配布される応募用紙に必要事項を記入の上学校へ提出してください。一般の部、応募用紙はうるま市健康支援課、各自治会、市役所本庁東棟1階市民課記入台隣の標語募集箱にて配布します。うるま市役所ホームページからもダウンロードできます。提出はうるま市健康支援課、各自治会、市役所本庁東棟1階市民課記入台隣の標語募集箱に提出ください。詳しくは広報うるま8月号9ページをご覧ください。第4回うるま市子ども議会が開催されます。市内の各中学校の生徒が集い、日頃市政に対して持っている意見や希望、疑問等について議論し、子どもたちの新鮮な発想をうるま市政に反映させることを目的にうるま市子ども議会を開催します。うるま市の次世代を担う子どもたちの姿をぜひ傍聴席で応援お願いいたします。日時は8月16日木曜日午前10時から。場所はうるま市議会議場傍聴席。定員は傍聴席一般席42席、車椅子席1席となります。詳しくは教育総務課、電話番号923-7111までお問い合わせください。新入学用品準備金、新小学1年生入学前支給のご案内。平成31年度に小学校へ入学されるお子様がいらっしゃるご家庭で、経済的にお困りの保護者の方へ新入学用品準備金の支給を、入学前の平成31年2月を予定に行います。対象は市内に居住し、市立または他の地方公共団体が設置する小学校に入学予定の方。私立学校、特別支援学校は対象外。申請受付期間は8月13日月曜日から9月7日金曜日まで。申請方法は8月6日月曜日より学務課窓口または市ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上学務課へ提出してください。私立幼稚園にお子様が通っている場合は各幼稚園で申請書を受け取り、各幼稚園へ提出してください。詳しくは学務課またはお子様の通園する私立幼稚園へお問い合わせください。活連城周辺の整備工事が始まりました。うるま市では文化観光の振興を通して
地域の活性化を図る活連城跡周辺文化観光拠点整備事業を推進しています。今年度より活連城跡の顔となる入場口の整備工事が始まりましたのでお知らせします。来場者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどをよろしくお願いします。工事期間は平成30年6月から平成31年3月。工事内容は休憩所、トイレ及び新商社駐車スペースです。工事期間中における活連城跡への来場は可能です。お問い合わせはうるま市都市建設部活連城跡周辺整備室、電話 923-7606。 詳しくは広報うるま8月号18ページをご覧ください。以上、ラジオ広報うるま市役所だよりをお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。